今シーズンの中盤、インチョン・ユナイテッド監督に就任したユサンチョル・ウジ。その後、シーズン中にステージ4の水臓岩を公表し、早く完治させ、元気な姿でピッチに立てるようベストを尽くすと誓った。韓国プロサッカー連盟は2日午後、ソウル市内のグランドヒルトンホテルで、 花市休憩リーグアワード2019を開催した。ユサンチョル氏は、シーズンベストフォート賞を受賞。該当の写真は、猿24日に行われた K リーグ1第37節なお終章部との試合で、ユシとインチョンのコーチングスタッフらが抱き合い喜ぶシーンを映したものだった。シーズンベストフォート賞を受賞したユシは、今シーズン、 K リーグはシナリオ作家が書いたもののように、素敵でかっこよかった。サポーターがいるからこそ、発展できた都市、私自身、早く完治させて元気な姿で再び戻ってこれるようベストを尽くすと明かした。